どうもどうも、こんにちは、私やティラと回します。いや、あのですね、今回ちょっとラジオ風な喋り方になったんですけどもね、はい、ご報告と、先にお話ししたいことがありまして、今回ラジオを収録しております。まあ、まずなんですけども、まあ、手早くいきますね。単刀直入に言いますと、5年間私ティラチャンネルやらせていただいて、ついにチャンネル登録者数、噛んだわ、もう一回言っていい？チャンネル登録者数500人を突破することができました。大台、すごい大台じゃない？1年前なんか200人ぐらいで喜んでたと思うんだけどさ、なんかこの1年でビューン伸びましたよね。はい、そう、あのこの1年あたりでチャンネル登録者数が、まあ、嬉しいことにね、キュンと伸びまして、なぜキュンって伸びたかって言いますと、はい、まああれだろう、うん、まああの動画なんですけどね、はい、確実にあのバズりにバズった、もう一回言うよ、バズりにバズったあの動画で、多分ね、僕のなんか1週間のなんかグラフみたいなんですよ、あれがギュン伸びより8割それなんじゃないかと思ってます。嬉しいのか悲しいのかというところですね。はい。まあ次回以降やるかどうかっていうのは、まあちょっと未定なところありますけど。はい。でですね、私、あの、過去に、だいぶ前に話したんですけど、あの、500人超えたらオフ会やろうぜっていう話をしてたんですよ。まあ冗談のつもりでその時言ったんですよ。その時は多分350ぐらいじゃないの？そう、そんなにあまり人が、まああのバズりにバズる動画の前だったんで、そんなに人が来てなかった時代なんですけど、その時に僕冗談めかして言ったんですよ。500人超えたわけですよ。まあ言うてでもね、こうやって言うとね、チャンネル登録者数を解除してね、500以下にすると思うでさ、500前後って話するわ。で、あのそういうことで、500人前後ということで、一度本気でオフ会しようかなって思います大丈夫かなと思ったんですけども、はい、本気でオフ会しようかなって思います。ただちょっと結構計画自体は行き当たりばったりみたいなところあるんですけど、ただまあ僕もう想像してていいんですけど、500人のチャンネルがやったところで本当のオフ会ゼロ人になる可能性はあるんですよ。よくあるネタにありますけど、あれ絶対他に生きとると思うけどな、絶対生きとると思うけどな、そういうのってというわけで、まあ本当のオフ会ゼロ人になる可能性はあるんですけど、本気でちょっとやりたいなって思うんですよ。ただまあ人数少ないんで、どうせそんなに遠く東京とか行ってそうやってやってオフ会ゼロ人ってすごく悲しいので、私、僕の近場である場所にさせていただきたいと思います。ただまだね、場所とか、何するかっていうのは明確には僕全然そこまで決めてないんで、日取りと時間、そして主な開催地だけ決定しますね。まあ、もしかしたらまたね、次のこういう系の話で動画出すと思うんですけど、まあ、先に言っときます。9月15日、で時間が13時、昼の1時からで、主な開催場所が名古屋ということに、名古屋駅周辺って感じになりますね。こうやって言ったらなんか命狙われたりせえへんやろなバズりにバズった動画のせいで運営の回し者から殺されたら嫌やで自分はい、なんで9月15日の昼から名古屋駅っていう感じになりますね。まあこういう系の話はさすがにもっと結構先に言っとかなあかんと思うので、やっぱりもうね、こうやって早めに動画を撮らせていただいた次第でございます。でもしちょっとね、行けるよとか会いたいよって方は、まあおるかどうか知らんよ、おると仮定します。行けるよって方は、概要欄に僕のツイッターとか貼っておきますんで、 DM をいただけたらと思います。うん、またはディスコードに言ってもらうかよね。ディスコードかツイッターがちょっともう必須レベルかなと思います。LINE はちょっと教えられへんしの、うん。
なんでね、この2点、まあチャンネル登録数500人前後という話と、名古屋で本気でやりますということで多分まあ少ないと思うで、あの食事普通にとって話しながらね、皆さんと普通に食事とって軽くゲームするだけやとは思います。そんなに身構えるもんじゃないと思う。もうオフ会っちゅうよりは単純にあの近場の友人とワイキャイする感じでいいと思うな。うん、はい、というわけでね、短い話になりましたが、これをね、まあできるだけ早くアップしたいためにね、撮らせていただきました。またね、よろしければ連絡の方ください。まあもしね、ちなみに9月15日、もし誰もいなくても僕、名古屋に行く用事があるんですよね。なんで9月15日かって言いますと、そう。別にね、0人だろうか関係ないですよ。9月15日予定があるんで、名古屋自体に。そもそもの予定が入ってるんで、まあ別に0人だろうが何だろうが別に僕行くんですけどね。ではまたね、もし、ね、行けるよって方は連絡よろしくお願いします。では、失礼いたします。また他の動画でお会いできる方を楽しみにしております。ありがとうございました。